何を恐れているのか中国政府。今、台湾南部に展開している。米原子力空母セオドア・ルーズベルトへの威嚇行為が行われた。その時セオドア・ルーズベルト空母に何が起きているのか。詳しく見ていきます。中国も台湾と尖閣を同時に仕掛けてくるかもしれません。その時では手遅れになります。もう現実問題待った、なし状態です。大陸の中国が台湾に向けた軍事的なしい行為を繰り返すのは、もはやあるし、聞き慣れ見慣れた行動かもしれないが、2021年に入り、その姿勢はさらに、激しくなっているように映る。1月23日、24日の両日にわたって、中国軍の戦闘機や爆撃機などが台湾の防空識別圏への侵入飛行を繰り返しており、これは政権交代を迎えた。アメリカの出方を伺うものとも言われている。折しもアメリカ海軍の大型原子力航空母艦のセオドア・ルーズベルトがフィリピン方面から台湾の南方沖にあたる南シナ海へ向けて航行しており、これを威嚇する意味もあったようだ。今回確認されたのは、中国軍の J16 や SU-30 などの複数の戦闘機や H6 爆撃機、Y8 戦勝回帰などだが、かつて1995年から翌年の第3次台湾海峡危機で引き下がった中国の姿がもうない。その当時であれば、アメリカの大型原子力航空母艦の中国への接近になすすべがなかった中国だが、今や J16 や SU-30 などの戦闘機には様々な空対艦巡航ミサイルを実装しており、自信を深めているかのようだ。そのため、今回中国軍はセオドア・ルーズベルトを標的と定めて、前述の戦闘機や爆撃機からの空対艦ミサイルによる飽和攻撃をシミュレーションしたとの見方も出てきている。無論、セオドア・ルーズベルト側でも常時哨戒活動は継続しており、不測の事態に備えて複数の艦載機が警戒に従事した模様だが、従来のような存在するだけでの威圧感は低下したのは事実だろう。こうした現場での中国軍の行動と呼応して、中国国防省の報道官は、1月28日に行われた記者会見で、台湾の独立を唱える勢力とは戦争も、辞さない旨の発言を行い、強硬姿勢を貫こうとしていることが見て取れた。香港に約束していたはずの一国二制度を法具にし、事実上、中国共産党の直の支配下に吸収した中国は、そもそも自国領の一部だと唱える台湾に対して、何の遠慮もいらぬとばかりに振る舞い出した。人口約2400万人の台湾と約14億人を要する中国とでは、仮に中国が台湾を併合しようとしたところで、経済的な規模や資源といった分野では実質的にあまり利点がないと映るかもしれない。しかし政治的には正当な中国の祖国統一という大目標を達成することになり、第二次世界大戦以後の2つの中国に追従支付を打つことで、中国国内の求心力の拡大に大きく寄与するものと言える。そして、また軍事的には、南シナ海や東シナ海に続き、
西太平洋から太平洋全域を視野に入れた勢力圏の拡大が予想され、アメリカに抑えられている。同海域への積極的な進出が加速する恐れがある。2020年11月のアメリカ大統領選挙においては、トランプが中国との対決姿勢を明確に打ち出していたのと比べれば、下馬評でのバイデンは、中国寄りな人物との見方が大勢を占めていた。アメリカ大統領となったバイデンは、1月23日に声明を出し、そこでは、現在の台湾政権への支持と中国が行うし、異行為に関してこれを牽制する姿勢を示し、トランプ路線の継承が感じられた。ここまで中国があからさまな台湾への圧力を強めてきたのは、遡れば実は、昨年2020年の9月以降からだったのではないかと、中国軍機の台湾の防空識別圏への侵入の様子からは感じられる。大陸の中国と台湾は、約 100km ほどの幅の台湾海峡を隔てているが、中国共産党との国境内戦に敗れた台湾へ逃れた蒋介石の国民党政府は、台湾海峡のほぼ中央に中間線を設定した。この中間線は、おおよそ国際的な取り決めなどに準拠したものではないが、台湾が中国軍の侵入を攻撃だと見さすか否かの判断にこれまで用いられてきており、台湾側が引いた防衛線といえる。これを超えて、中国軍が台湾側に侵入する場合、それを台湾側は迎撃するといういわば目印であり、2020年9月までは中国軍もそこを踏まえて、あえてそうした行動は控えていた状態だった。それが2020年9月18日に、ほぼ50年ぶりに中国軍の航空機8機が中間線を越えて台湾側に侵入、翌19日にも19機が侵入するなど、一気に行動をエスカレートさせたのだ。同時期に中国軍は東シナ海、南シナ海、黄海、渤海の4海域でも大規模な軍事演習を挙行し、台湾のみならず周辺国への威圧をこれまで以上に強硬に行っており、日本でも大きく報じられた。中国がこれまでより一段とギアを上げて台湾と対峙しだした背景には、台湾を攻撃し占領するために大規模な上陸作戦を敢行する能力を急速に整えつつある点もあるのかもしれない。2020年8月にテスト公開したばかりの075型強襲揚陸艦が、すでに3番艦も2021年1月に進水したと報じられ、さらに追加で5隻の建造と次級の強襲揚陸艦の構想も進められている状態にあるからだ。